ババババンビです。今日の企画はきしみんを。イエーイ。ねえ、椅子高くない？ねえ、ねえ、足ついてない？だってさ、なんか足さ、これどうしたらいいの？でも今日きしみんが一番高いね。どう？どう？景色どう？景色人気キラのつむじが見える。やだやだ、なんかやだ。ちなみに、優勝商品はありますか？あ、それ大事。初めて会った時の第一印象は？みおち、それ簡単簡単。多分みんながまだ加入してなくて、バンビ入るより前、ゼロ一より前だから、あれだよね、きしみゅのヤングアニマルの会った時のイベントに私が MC として出て挨拶した時だ。これはね、当たりそうランキングで言ったら、2、じゃあ当てたいの。当たる当たる、これ絶対当たるわ。ちなみに例えば、何々で何々みたいな感じがもう何々って書いてるから、一言。あ、じゃあ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 これ、これしかない。これだこれだ、絶対当ててよ。せーの、どー。顔小さい、クールなお姉さん、透明感、優しい、綺麗な優しいお姉さん、猫背ブス。おい、ちなみに何が違う他の方と。なんかね、
と特殊やね。膝の裏。サエの回答もなかなか聞かなかった。でもこれがそれかなって。いや、わかるわかるわかる。欲しいね。欲しいよ。見たいよ。やった。これはね、マイナス1。やった。一生マイナス。シミユが一番好きな英単語は？難しい。分かった分かった。シミユの気持ちになればいい。シミユの気持ちになる。じゃあヒント、その単語の意味は分かる？分かんないでね。メルダなら分かる。メルダなら分かる、あ、メルダでも分かる。おい、言い換えたら悪口やん。これはね、難易度3。おー、何まである？何したい？これ全然わかんない。どういう系なんだ？ヒントは、シミュ
好きなものとかこと。何？父上の好きなもの？うん。よしよしよし、10点取り行くぞ。あ、待って。せーの。じゃーん。可愛い女の子を投資する。可愛い女の子にチヤホヤされたい。可愛い女の子に超モテたい。戸田恵梨香と結婚したい。あ、可愛い女とデートする。キシミルがリード。ババオバンビのオタク。マイナスじゃない。みんなとお寿司に行きたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。行きましょう。